2016年4月11日、韓国聯合ニュースによると、韓国文化財庁は、同日、韓国検察からの要請を受けて作成した調査報告書の中で、韓国の窃盗団が12年に日本から盗んだ仏像、観世音菩薩坐像について、倭寇に略奪されたものである蓋然性が高いが、断定はできないとの判断を下した。この判定を受け、韓国検察が仏像返還問題にどのような対応を取るのか注目されている。同仏像は現在韓国テジョンの国立文化財研究所に保管されている。窃盗団は逮捕されたが、仏像の元所有者の寺側が日本に返還してはいけないと主張し、13年に仮処分を申請したことを受け、裁判所が日本への返還を差し止める仮処分を決定したためだ。その後、仏像返還問題は日韓外交の懸念材料となり、仏像を盗まれた長崎県対馬市の寺観音寺は先月、韓国の法務部、外交部、文化財庁に早期返還要請書を提出した。一方、韓国の寺側が仮処分の決定から3年間本案訴訟を提起しなかったため、今年2月26日に韓国政府は仮処分の取り消しを申請できるようになった。また、窃盗団が観世音菩薩坐像とともに対馬から盗んだ道頂如来立像は昨年7月、対馬の海神神社に返還されている。これについて韓国のネットユーザーからは、どこの国の文化財庁？本当に恥ずかしい。絶対に親日政府を支持しない。価値ある仏像を日本に送ったり売ったりするだろうか。日本人には不必要なものだろうが、韓国人にとってはとても大切な文化財なのに。早く日本に返せ。批判されるのはもうたくさんだ。韓国が原則を守ってこそ、日本に他の文化財の返還を求めることができる。はっきりとした証拠がないのなら日本に返すべき。感情で行動するのは幼稚。